はい、こんにちは、116ウィンズです。全30球団各チーム別のコンフの主な補強と逆に選手の対談状況を踏まえて、それぞれのチームのオフへの印象などをお話しするこの企画、だいぶ時間の方かかってしまいましたが、最終回の今回は AL 中地区です。昨年の中地区ツインズにカルロス・コレアがやってきたのが一つ大きな目玉で、2021年の覇者ホワイトソックスとの優勝争いが注目されていましたよね。で、途中までツインズが首位を快走する展開だったんですが、後半戦からガーディアンズが一気に伸びて、ツインズもホワイトソックスも振り切っての地区優勝。まあなんと言いましょうか、こんな感じで毎年展開が読みにくい地区だなという印象があるんですけれども、コンフの各チームの動きはどうだったのでしょうか。振り返っていきましょう。はい、まずは昨年地区優勝を果たしたクリーブランドガーディアンズから。ガーディアンズは昨年、最近の MLB では珍しくなっていたコンタクトとスピードを重視した打線を組み、それが見事にハマった結果としての地区優勝だったわけですが、一方でシーズンを通してパワー不足感があったのも否めませんでした。もう少し打線全体に長打力を加えたかったところ、ガーディアンズはコンフ FA でジョシュベルとマイク・ズニーの2人のパワーヒッターの獲得に成功。特にベルは昨年パドレスに移籍した後半戦はスランプに陥ってしまったものの、移籍前は打率3割1厘 OPS8 割7分7厘と打線の中軸を担えるレベルのバッティングを見せていましたので、例年通りの成績を残せるのであれば、ガーディアンズ打線にとっても頼もしい存在となってくれるのではないのかなと。後半戦のスランプがあったおかげといってはおかしいかもしれませんが、ホセ・アブレイユがアストロズと結んだ契約と比較してもだいぶ安めの契約にて、彼をクリーブランドに連れて来られたのも非常に良かったですよね。またズニーノの加入も、昨年チームでキャッチャーの WRC プラスがわずかに55と明確に打線の穴だったガーディアンズにとって、これまたいい選手が加わった印象です。ズニーノは胸郭出口症候群からどれだけ復活できるか未知数な部分もありながらも、2021年に33ホーマー、OPS8 割6分を記録した実績もあるなど、少なくとも昨年のキャッチャー陣以下のバッティングのパフォーマンスになるとは考えにくいのかなと。シーズン途中にトッププロスペクトのボーネイラーも昇格してくれることも踏まえますと、昨年のように打線の中でキャッチャーが明確な穴とはならなそうですね。ガーディアンズは昨年活躍した若手たちがパフォーマンスを維持できるかという課題はありますが、チームの弱みを着実に埋め、昨年以上に手強い打線となった印象です。続いては昨年2位のシカゴホワイトソックス。優勝候補に挙げられながらも、チームが噛み合わないまま昨年はシーズンが終わってしまった印象がありますが、コンオフで言うとやはり一番インパクトがあったのはホセ・アブレイユの対談でしょうか。2014年以降毎年大きな怪我なく打線を支え、2020年には MVP にも輝いた選手ですが、30代後半に差し掛かるアブレイユがファーストにいる関係で、本来そこを守らせたいアンドリュー・ボーンを外野に置かざるを得ず、そのボーンが守備でとんでもないマイナスを叩き出していたことから、チームはアブレイユの FA に際して彼を引き止めない決断を下しました。ボーンが外野から外れたことで、その分の守備のマイナスが消え、加えて少しお高めではありますが、守備に定評のあるアンドリュー・ベニンテンディも加入したことで、今季のホワイトソックス外野守備はだいぶ改善が見込めるかもしれません。まあそういったプラスはあれど、アブレイユは打撃での貢献が大きかった以外にも、クラブハウス内でも大きな存在だったとされますので、そこへの影響も心配されますし、また長打力が欠けていたホワイトソックスにとって、守備のプラスはあれど、コンタクトヒッターであるベニンテンディ獲得が真に正しい選択だったのか、わからないんですけれどね。また個人的に気になるのが、昨年途中からローテーションでいい働きを見せていたクエトの後釜がクレビンジャーである点。昨年トミージョン手術から本格復帰を果たしたものの、23試合で防御率 4.33 に終わった1位に膝の不安が指摘されていますが、ただでさえホワイトソックスのローテーションは昨年ジオリトがらしくない1年に終わり、計算できるか怪しいところ、これに加えてクレビンジャーのような博打要素の強いバウンスバック候補にローテを託したのが少し心配ですかね。ホワイトソックスは主力がちゃんと稼働すれば優勝も狙えそうですが、オフの補強に関しては個人的にはクエスチョンマークも多かった印象です。3チーム目はミネソタツインズ。昨年 FA 市場の目玉であったカルロス・コレアとの契約に成功し、球界を驚かせたツインズでしたが、コンフもまさかまさかの大どんでん返しでコレアとの再契約に成功。正直コレアが残る展開はオフが始まった当初1ミリも予想していませんでしたが、昨年チームの中でナンバーワンの貢献度で、替えが効かないコレアがいるかいないかでは大違いですし、彼が残留したことはツインズの今季の展望をだいぶ明るくさせたと言えるでしょう。またコレアの残留以外では、ツインズは FA やトレードを活用しながらうまくチームの強化を図った印象で、キャッチャーの穴にはクリスチャン・バスケス、少し手薄な先発陣にはパブロ・ロペス、稼働面に不安を抱えるバイロン・バクストンの負荷を軽減させてくれる存在としてマイケル・A・テイラーと、渋いながらも実績のあるメンバーが加入し、全体的にいい補強ができたのではないのかなと思っています。その過程でアラエスやウルシェラといった内野の主力クラスも移籍はしているものの、ミランダが今季からサードメインとなり、他にもギャロ、ファーマー、ソラーノといった面々も加わりましたので、ポジションの面で大きな問題は生じないのかなと。一方で少し欲を言えば、投手陣をもう少し強化できたら理想だったかもしれませんね。ロペスの加入は、昨年150イニング以上投げた選手がゼロだったツインズのローテーションに大きな力となってくれるでしょうが、ブルペンも同じ感じで一人実績のある選手がプラスできたらよかったかも。
デュラン、ホルヘロペスの後ろ2人は強力ですので、ジョバニ・モランあたりがセットアッパークラスに成長してくれれば、ブルペンとしても頼もしい存在になりそうですが、どうでしょうか。4チーム目はデトロイト・タイガース。昨年オフ大型補強に出たタイガースですが、シーズンでは何もかもがうまくいかず、またマイズやスクーバルといった本来だったらチーム自慢の若手先発となるはずの面々も怪我で長期離脱となってしまったため、今オフは昨年とは違いやや最近寄りの動きが目立ちました。比較的チームの強みであるブルペンからジョー・ヒメネスとグレゴリー・ソトの2人を今オフ放出。これまでのタイガースは主力選手の売り時を見誤って、結果的にあまりいい見返りを得られないことも多かった印象ですが、スコット・ハリスが新たにトップとなって、まずは2人のリリーフピッチャーを悪くない対価で放出することはできたのかなと。ソトのトレードで獲得したビアリングとかは打球関連の指標もいいですので、タイガースで一気にブレイクする可能性もありそうですしね。また補強面ではマイズやスクーバリの復帰時期の目処が立っていないことから、その穴を埋めるベテランの先発投手としてマシュー・ボイドやマイケル・ロレンゼンといった選手たちと1年契約を結び、ローテーションメンバーを確保。値段はそれなりにしましたが、ひとまずローテを埋めてもらいつつ、トレードデッドラインで売れるくらいの活躍を見せてくれたらベストでしょうか。今季はちょっと諦め気味のスタンスでありますが、マイズやスクーバリが復帰し、トーケルソンやグリーンといった若手がブレイク、さらに昨年長期契約を結んだバイエーズあたりが復活すれば、来年以降十分に本来チームが目指していたコンテンダーとなれる可能性は秘めていると思いますので、弾みをつける1年としたいところです。そして最後はカンザシティロイヤルズ。近年再建のシーズンが続いているチームですが、ただ昨年はボビー・ウィット・ジュニアやパスカンティーノ、メレンデスといったこれからのチームの中心を担う選手たちは出てきました。そんなロイヤルズ、コンオフの補強では昨年めちゃくちゃ苦しんだ投手陣を重点的に強化しまして、先発陣ではベテランのザック・グレインキーと再契約を結び、またジョーダン・ライルズとライアン・ヤーブローといったある程度イニング数を稼げる選手たちも獲得。先発で計算できる選手がそれこそブレイディ・シンガーくらいしかいませんでしたので、だいぶ厚みは増したのではないでしょうか。またブルペンに目を向ければ長年 MLB トップクラスのクローザーとして活躍したアロリディス・チャップマンが加入。昨年はお世辞にもいいシーズンを送ったとは言えないチャップマンですが、ただほんの2年前に30セーブ、オールスターにも選出されてはいますので、カンザスシティで復活を印象付ける1年となれば、トレードデッドラインでロイヤルズに大きな恩恵をもたらすかも。こんな感じに投手陣は良くなった反面、今オフのロイヤルズは打線の強化には少なくともメジャー契約という形では動きませんでしたね。オフが始まった当初はベテランのバッターを1人か2人加えたいとの話で、もしかしたらマイナー契約のフラミル・レイエスなどがそれに該当するのかもしれませんが、まあこのあたりは予算との兼ね合いもあったのでしょうか。まだまだコンテンダーには遠く、今年も若手の成長を見守る1年となりそうですね。はい、という感じで AL 中地区のオフを振り返ってきました。今季もやっぱり展開が読めない地区だなという印象ありますが、オフの補強が一番うまくいったのはこれらを残留させ、その他効果的に弱点を埋めたツインズでしょうか。ただガーディアンズも打線のパワー不足を今オフ補っているところでありますし、ツインズが優勝できるかと言われたら何とも言えないところ。メンバーがこの地区では割と豪華なホワイトソックスはオフの動きこそ疑問符が多かったものの、今季どんな戦いぶりを見せてくれるのか、こちらも気になるところですよね。昨年のガーディアンズのように今年もまたサプライズはあるのでしょうか。ということで今回の動画は以上としたいと思います。今後もですね、MLB に関する動画上げていきますので、興味のある方はぜひチャンネル登録していただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。